こんにちは。中高年の味方、静止です。ですね、最近ちょっと、ひげを伸ばそうと思って、ちょっと鼻の下のここをちょっと伸ばしてます。あとは切ってますけどね、まあちょっと白髪があるからですね、見た目は良くないんですけど、一応伸ばしてみたいと思います。今日はですね、セブンに寄りまして、ちょっとアイスクリームがありましたので、ちょっとアイスクリームを紹介したいと思います。アイスクリームをお願いします。今持ってきてますので、少々お待ちください。さあ、どういうアイスクリームでしょうか。はい、来ました。これです。このアイスクリームです。まあ、中身は別としてちょっと食べてみたいと思います。そうですね、これだけ、アナと雪の女王の、ビスケットサンドになってます。すみません、もう歯で開けます。ちょっと溶けかかっています。まあ、こういう感じで、まあ、味は どうなんでしょうかね。一応食べています。まあ、ビスケットとアイスクリームが美味しいです。あとは、多分このユキサンナの情報を見ながら食べたいと思います。まあ、美味しいです。まあ、先ほどちょっと開通して帰ってきたばかりですからですね。牛の牛です。まあ、ちょっと食べるのにはいいかもしれません。まあ、大雑把な紹介になりましたけど、こういうのも、熟と、アナと雪の女王が出たということで紹介させてもらいました。まあ、これで終わります。